今度は君たちの番だよ。ありがとうございます先輩。ランダムスターお借りします。聞いてください、イニシャル。みんな、交流プログラムの打ち合わせお疲れ様。愛情さんも神楽さんもお疲れ様です。今度の舞台も面白くなりそうだね。早く演じてみたいな。幼なじみと一緒に見たバンドのライブに憧れた主人公が仲間を集めてバンドを結成する物語。再会を果たした主人公と幼なじみが改めて憧れのステージに立つことを約束するシーンとか最高だよね。私もあのシーンが好き。わかる。あとあと文化祭で初めてメンバー5人が揃う場面もいいよね。雑談はそこまでだ。一刻も早く方針を決めなければならないことがある。それってもしかして私が打ち合わせで言った？はい、せっかくバンドを題材にしたお話だし舞台でも楽器を演奏したいです。楽器の練習、講師の確保、大変なのは分かっています。でも任せてください。私たちならきっとできます。最高の舞台にしてみせます。そのことだよね。さっきのだってその方が絶対いいと思って。うんうん、私もその方がいいと思う。舞台で楽器をちゃんと弾くなんてすごく盛り上がるよ。うん、可憐らしくていいと思った。バンドを題材に扱う作品なら演者が実際に演奏した方が間違いなくいい絵になるだろう。それに今回の舞台の主人公たちは一から楽器の扱いを覚えていきます。それでしたら。その気持ちを理解するには私たちも体験するのが一番。うん、そういうこと。やっぱりみんなもそう思うよね。今回の舞台は新しい人や楽器との出会いがテーマのお話。それなのに一番大事な演奏シーンを演じないなんてもったいないなと思って。もちろん大変になるのは分かってるよ。もし本番までに上達できなかったら舞台の出来にだって影響が出ちゃうし。でもそれでもよりいい舞台ができる方法があるなら挑戦して大成功させたい。うん、私も難しくってもそれが一番楽しいと思う。やる前に諦めるなんてできないもんね。成長は困難を乗り越えた先にあるものですからね。気持ちはみんな同じようだな。では早速楽器を教えてくださる方をご紹介いただけますか、愛情さん。え？そんな人いないよ。え？カレンちゃん、あんな自信満々に任せてって言ってたよね。ええ、確かに私もそれなら安心だと思って。いや、5人いれば誰か1人くらい楽器を教えられる知り合いがいるかなって。もしかしていない？ばっかり。こうしていても始まらないとなれば、まずは教授をしてくれるバンド経験者を探すことが課題だな。誰か知り合いいない？バンドやってる人。そうだな、バイオリンやチェロなどの奏者なら知り合いがいないこともないが。私も和楽器系ならいくらかつてがないこともないですけど、少し方向性が違いますね。誰かいないかな、バンド経験がある人。顔に当たった。
それ、何かのビラ？何何？ガールズバンドが商店街でライブ？え？何それ？ちょうどこの後、ライブがあるみたいですね。女子高生のバンド、これは参考になるかも。うん、早速行ってみようよ。あ、今から始まるみたいだよ。私たちポッピンパーティーです。なんだか思った以上に本格的。あの衣装すごく可愛いね。それでは聞いてください。イニシャル。なるほど、これはいいものが見られたな。確かに思った以上に参考になった。あのイニシャルって曲、舞台の内容に歌詞もぴったり合うし、あんな曲をクライマックスで演奏できたらすっごく盛り上がりそう。あれ、そういえば愛情さんの姿が見えませんが、まさか。お客さん、たくさん来てくれてたね。おい、かすみ、一箇所音外れてたぞ。アリサ、ごめん、次は気をつけるよ。お、お前くっつくなって。あの、アリサ、知ってる人？いや、私も知らねえな。私も知らないと思う。私たちを弟子にしてください。